オーボンヌは、フランス、イルド・フランス地域圏、バルドワーズ圏のコミューン。オーボンヌは、モンモランシーガニの中心部にあり、パリの北西約 15km のところにある。コミューン内を南北に消火線が流れ、そのうち 14km ほどは、コミューン北部のモンモランシーの森を流れている。オーボンヌの浄水場は、メリーシュルオワーズにあり、ベオリアエンバイロメントが運営している。 オーボンヌの飲料水は品質が良く、硝酸塩が低く、フッ素は非常に少ない。1999年にナノルカが始まってからカルキが非常に減っている。1780年頃のカシーニ地図に描かれたオーボンヌオーボンヌとモンディニョンの間を走っていたノリアイバス。1900年頃オーボンヌの古い名はラテン語で良い水を意味するアクアボナであった。ローマ軍より 水の質を高く評価されたからである。ケルト時代に定住がなされた、この土地は紀元前54年にローマに征服された。この時に多くの軍事用道路が建設され、そのうちの一つが後にユリウスカイサルの車道と別称で呼ばれたもので、ルテティアからリールボンヌまでを通っていた道がオーボンヌも通っていた。現在のオーボンヌの名が初めて現れるのは、 635年のダゴベルト王の検証においてである。サンドニ修道院の領地となった後、11世紀からモンモランシー家の報道となり、17世紀からはコンデコーの領地となった。村全体が未開発のまま、18世紀半ばには住民がおよそ200人入りに過ぎなかった。軍人ルノルマンとメジエールが1762年に領主となってから村は劇的に変わった。 彼は、シャトー、永平宿舎、通り、ワイン製造者の住宅を次々と建設し、それぞれが規則的に並び左右対称とした。オーボンヌは、休暇先として引っ張りだこになった。告白の中で触れているように、ジャンジャックルソーはしばしばドゥトゥトプジンとオーボンヌを訪問した。19世紀に村には少なくとも15の社党があった。人口は増加していき、 鉄道が敷かれた1846年から急速な都市化がもたらされた。1900年当時には、野原も南にあった湿地もなくなっていた。ありがとうございます。